芸人我慢好きな回トップ 5! はい、どうも MC ゆりかのタイムレンジャーお姉さんことゆりかです。本日はちょっと恒例の企画のスーパー戦隊シリーズの好きな回トップ 5! 本日は銀河マンでございます。私の視聴者の方は結構ご存知だと思うんですけれども、タイムレンジャー以外で私が一番大好きな戦隊は銀河マンでございまして、本日は晴れて銀河マンで特に大好きなお話発表したいと思います。で、このランキングね、作成するのに毎回かなり苦戦します。全部ね、好きなんでね、大好きな話ばっかりだから、とりあえず5位候補がね、いつも10個ぐらいあるっていうところでね、非常に今回も苦しみながら作りました。銀河マンというのは、ずっと言ってるんですけれども、もし子供ができたら、一番最初に見せたいスーパー戦隊でございます。もうこれは、おそらく揺るがないと思う。銀河マンは、私が子供に教えたいなと思うことが全部含まれている戦隊でして、大人も一緒に楽しめる優しくてかつ深い物語、そんな銀河マンの中でねトップ5を決めました。何回言うねん。でこれまでにタイムレンジャーのトップ5、真賢者のトップ5っていうね動画を作っておりますので、タイムレンジャー真賢者見たことがある方はぜひそちらの動画も見てみてください。でそのタイムレンジャーと真剣ジャーのトップ5を決める時にもこのような形をとったのですが、最終話近辺のお話というのは比較がねできない、他の話とちょっと違う、やっぱり最終回に向けての話たちっていうのは構成が全然違うし、もうみんな絶対最終回とかって大好きに決まってるから、銀河マンに関しては第41章から第50章までの10話はランキングから抜かせていただきました。第1章から第40章までの40話の中で好きな話トップ5ということになります。で5位から1位までっていう順番で発表させていただくんですけれども、先ほど申し上げた通り5位候補というのがたくさんありまして、ちょっとねこの5位候補の中でも一言だけ言いたいっていうお話がいくつかありますので、まずはそれを紹介させてください。惜しくもランク外の5位候補だったお話。1つ目、第1章伝説の刃。2つ目、第25章黒騎士の決断。選ばなかった理由としましてはですね、第1章伝説の刃っていうのは先ほど申し上げた通りね、その最終回近辺と同じで物語が始まるっていうね、全ての紹介だったり全て集約されているお話なので、ちょっと他の話と比べるのもなんなのかなっていう風に思ったんですよね。でもそれでもランキングに入れようかなって思った理由としては、第1話がこういうランキングの候補に入ることってめったにないんじゃないかなって私思うんですよね。で、ヒューガがね崖の下に落ちて龍馬とのやり取り、自分の力を信じるんだってね、そういうねかなりクライマックスみたいなものが第1話にして起きる話で、こういった話は非常にね珍しいんじゃないかなっていう、第1話が候補になることってないなと思ったので、それをね言いたかったのでこのような形で紹介しました。で第25章黒騎士の決意、このお話も銀河マンが、前編後編みたいなものがあるとすればこのお話が前編の終わりになると思うんですけれども、銀河マンを語る上でやはり黒騎士ブルブラックのことを一言もね言わないっていうのは私の何かが許さなかった。それはでこの話はやっぱりもう死ぬほど泣く話ですよね。そういった要素からこれもねちょっと最終話みたいなね扱いにもなるしっていうところでランク外にした。あと悲しすぎるから何回も繰り返し見たい話かって言ったらそうじゃないっていう要素で今回ランク外にしたんですけれども、黒騎士のもう計り知れない長い年月の上での大きな決意をして地球を救いヒューガを蘇らせという展開、そして本当に神話のような形で最後にヒューガとの再会を果たすというね、あのシーンは本当にもう頭が痛い。はい、ここからトップ5の紹介で参りたいと思います。まずは第5位、5章号機の選択。はい、私ね、以前雑談動画で結構ね、この回の話をしたんですけれども、誰が守ってほしいって言いました？私、自分のことは自分で守れます。はい、鈴子先生でございます。私、鈴子先生めちゃくちゃ大好きでして、めちゃくちゃいい女だなって思います。このシーンというよりかは、豪輝が戦っているところに松葉杖でやってきて、で、危ない鈴子先生とかって言われてる中、ヤートットが近づいてきたのを自分で松葉杖で、はぁ！って言って、ぶっ倒すっていうね、あのシーンが本当にかっこいいと思う。で、やっぱりね、女性として自分が好きな男性に対して自分を守ってほしいとか、何かをしてほしいから一緒にいたいっていうんじゃなくて、あなたのことが好きだから、私は自分のことは自分でやってるから、あなたはあなたで自分の仕事をやっててって、そういうあなたが好きだよってね、そういうことを言える女性っていうのは本当に魅力的だと思うし、小林幸子さんがメインライターを務めているスーパー戦隊に登場する女性キャラクターっていうのは、サブキャラクターでもこういった非常に自立した女性というのが多くて、女性として尊敬したいなと思う点が多い。そして鈴子先生もそのうちの一人です。で、鈴子先生はもちろんなんですけれども、当然このお話豪輝がね主役なんですが、豪輝のもう底知れぬ優しさね、あまりに純粋すぎる優しさにやっぱり涙が出てくる。鈴子先生が怪我をしてしまったからお守りを作ってあげる、自分は戦っているようじゃ鈴子先生が危険な時に守ってあげることができないから、じゃあ諦める、でもこれを渡してくださいってね、恭介にね言うシーンがありますよね。もうあのシーンもなんか本当に私は浄化されるかのようなね、そういう涙を流す場面でございます。ゆりかが銀河マンで好きな話第4位、第31章呪いの石。はい、これはですね、ユウタが瓦礫の中から現れて、ユウタが死んでしまったんじゃないかって思ったハヤテがユウタの存在に気づき、そっと近づいてケロッとしてるねユウタのところをガバッで抱きしめるあのシーンで泣かない人いますかっていう話ですよね。いやー、やっぱり颯っていうね、本当に冷静で動じなさそうな、そしてあの話ではそういうのって冷たいって言うんじゃないのっていうセリフがあるように、冷静というよりただ冷たいんじゃないかみたいなね、大人から見たらすごいしっかりしてるねお兄さんがいるっていう風に見えるけど、当時ね銀河を見てた子たちもハヤテのことちょっと怖かったっていう子もいたっていう話も聞くんで、そういう意味ではね、一見ちょっと冷たいような感じに見えるハヤテが、ああやってユウタに対する、友情ですよね、本当に良かったって抱きしめるシーンっていうのは、もうあの演出が本当に素晴らしい。やっぱり何か言葉あるわけでもなく、もうブルブル震えながらユウタのね靴を見つけて、どうしようってもう本当に気絶してる間にユウタは完全に石になってしまったってね思っていた颯が心の底から安心して、本当に良かったって言って抱きしめるあのシーンは、私が銀河マンを1周目、一番初めて見た時に一番印象に残ったと言ってもいいようなシーンでした。で、銀河マンというのは物語通じて、ユウタがそれぞれのね、戦士からいろんなことを学んで、戦士になりたい、戦士になろうとするね、物語だと思うんですけれども、この話は結構わかりやすくね、颯から学ぶっていうことが描かれている。颯の言葉っていうのは短いけれども、その裏には大丈夫って信じているっていうね、そういう根拠があって、しっかりとした自信を持っているからこそ、そういう言葉がいつも言えるんだ。だからいつも颯は冷静でいられるんだっていうところをユウタは学んで、僕も何かしようってねことをして、ユウタもシェリンダとの戦いに貢献するというね、個人的にとても好きだなと思うシーンでもありました。ゆりかが銀河マンで好きな話第3位、第30章鋼の聖獣私は聖獣が大好きです。本当に大好きです。それぞれの星からやってきた聖獣たちがいろんな思いを抱えていて、言葉は喋れないけどアースを持つ戦士と会話ができて、アースを持っていないユータみたいな存在でも聖獣と心を通わせたいって、気持ちが通じ合ってるっていう信じている心があれば会話ができるんだよっていうね、そういう聖獣というものがこのギンガマンっていう物語において担っている、役目というかね、どんなものを表しているのかっていう、そういうところを含めて、人と人、人と動物ね、相手と心を通わせようっていう心があれば誰でもね、何かしら力を持ってるんだよって、そういうことを聖獣はね表していると思っていて、私は本当に聖獣が大好きです。で、この鋼の聖獣という話はギガライノス、ギガフェニックス、ギガバイタスが戦いを経て仲間になるというお話なんですけれども、このお話で星祭りというね行事が行われますよね。で、私星祭りという行事が本当に大好きで、なんてね優しい気持ちにさせられる景色、言葉、目的ね、全てにおいてあんなにね温かい星祭り、そして銀河の森を確実に復活させようというね意思、絶対にさせるっていうふうには思ってるだろうけど、今はない、その故郷に対してその場所を生かし続ける、そこで大切にしていたものをやるっていうことで星祭りを行うっていうのが私本当に大好きなシーンでございます。で、ボックとユータがね一緒にこうやって戦士の誓いをねやっている2人の子供ポジションみたいなところも本当にね涙が出てくる、見てるだけで可愛くて。その上でこのギンガマンっていう物語に登場する聖獣は全てこの話で揃ったはずなんですけれども、戦士の誓いを唱えている時に後ろにみんながいるっていうね。で、この話は第30章だから、ゴータールスも仲間になったばっかりの状態なんだよね。ちなみに私、聖獣の中で一番好きなのゴータールスなんですけれども、ゴータールスも一緒にああやってみんなで仲間に、ゴータールスってやっぱりもう長年ずっとね一緒に行った黒騎士ブルーブラックとお別れしたばかりの本当にね孤独な聖獣っていうね立ち位置だと思うんだけど、ゴータールスも聖獣の中に一緒にいてみんなでね温かい空間で過ごしているっていうのが私はたまらなく好きです。ゆりかがギンガマンで好きな話第2位、第26章、炎の兄弟。炎のたてがみ、もう私はねもう龍馬日向が大好きなので、基本的にねギンガマンっていうのは全員の物語だし、だけどやっぱり日向から龍馬へ、龍馬から日向へっていうね、そういう兄弟の物語っていうのも全体通して非常に大切なね物語になっていると思っていまして、ちょうどこの後半に入った26章というところで、龍馬が初めて日向に対してこのまま俺に聖獣圏の戦士として戦わせてくれないかっていうね言葉を言って、久しぶりに龍馬と再会したばかりの日向は目をこう広げて、もう銀河レッドはお前だよっていう言葉ね。やっぱり龍馬は最初は当然ねコンプレックスの塊のような部分もあって、自分はお兄さんにも劣っているし他のみんなよりも弱いっていうような認識があったけど、やっぱり日向が、死んでしまったっていうねことになっている時っていう、それを乗り越えた瞬間からもうそんなことは言ってられないっていうね、そういう状態にはなっていたものの、自分が日向の代わりにギンガレッドになったっていう事実自体は事実だから、そこで日向が戻ってきたってなったらね、日向に渡した方がいいのかっていうことは自分に自信があるない以前に悩みとして出てきてもおかしくないことでも、それでも自分はやりたいって言った時にギンガレッドはお前だよっていうね、日向の言葉で龍馬が本当にギンガレッドになったってわけじゃないけど、今までもずっとギンガレッドは龍馬でどう考えたってそうだろうっていうことをね、日向の言葉で私たちも改めてギンガレッドは龍馬だっていうね、そういう気持ちになれるお話だったんではないでしょうか。はい、ついに、ゆりかがギンガマンで大好きな話第1位は第17章、本当の勇気。はい、これもですね他の雑談動画動画でお話をしたことがあるので、それを見ていただいた方はご存知かと思うんですけれども、銀河マンの一番好きな話はどれですかと聞かれたら、もう私は何の迷いもなくこのお話が出てくるというほど、この話が大好きでございます。この第17章本当の勇気というお話はですね、私が考えるに聖獣戦隊銀河マンというお話が伝えようとしている、50話通して伝えようとしていることがギュッとねまとめられているお話だと思ってるんです。作品というものは大きく2つ3つぐらいの物語、テーマ、メッセージというものがね存在していると思うんですけれども、銀河マンは勇気を持って自分を信じていれば誰だって戦士になれるんだよっていうのが一つの大きなメッセージ、テーマだと思うんです。それを物語を通じて表現していると思うんですけれども、この第17章本当の勇気というお話はそのメッセージを比喩しているかのようなお話だと思っておりまして、この話はね本当に傑作だと思う。 CM とかを抜いたら22、3分になると思うんですけど、傑作の22、3分だというふうに私は思っているくらい、この本当の勇気というお話が大好きです。龍馬にとってヒューガという兄がいる理由、そしてこの物語にただ戦士に憧れる子供の視点という役割だけでなくユータが存在している理由、やっぱり龍馬っていう完璧ではない戦士が完璧に近かったヒューガっていう人から戦士とは何かっていうことを教わり、それを戦士を目指しているユータっていう子に自分が今度は伝える立場になるっていうね、そういう物語だと思うんですね。そういう大切なことをどんどん伝えていく、そういうのが、銀河マンの良さであって、龍馬を中心に5人が立派な戦士になっていくっていう様子を描いていて、これはどのスーパー戦隊でもそうだと思うんだけれども、それをそのユータっていう次の世代じゃないけれども、誰だってね特別な力を持っているっていうことを伝える、それを信じるのが自分自身で、それを信じれば何だってできるんだよってね、そういうこと。なんか戦士になるっていうのはもちろん戦士じゃなくても大人になった時に自分が何かになろうと思ったら何だってできるんだよっていうね、そういう広いメッセージも伝えているなというふうに思っていて、とにかくねこの17章というのはね、龍馬のことを本気で助けようとしたユータ、めちゃくちゃ怖くてできなかった、こんなんじゃ僕戦士になんかなれないって言って、で自分がねウサギをね助けようとした時に怖い思いをした時があって、その時にヒューガがかけてくれた言葉を今度はユータにかけてってね、本当にね絵本のようなね、銀河マン全体もそうなんですけれども、この22、3分に集約されていることだけでも絵本にしたいなって思うような、子供に見てほしいなって、このお話だけでも見せたいっていうような大好きなお話です。はい、私の聖獣戦隊銀河マン好きな話トップ5と番外編をお送りいたしました。この動画はねランキングをお伝えしてそれぞれのお話の好きなところを紹介するっていう動画ですので、まだまだ銀河マンに関して話したいことなどたくさんあります。今後もたくさん動画作っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。高評価ボタン忘れずにポチッと押してください。チャンネル登録まだの方はぜひともよろしくお願いいたします。それでは、ゆりかでした。またねー。